どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。 YouTube の方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローしてくれたら嬉しいです。それではモンストやっていきたいと思います。はい、 いや、はい、久々じゃないですか。久々です。あのね、ここのとこ冷えてて、うん、ちょこちょこ超重心祭とか回してみたんだけど、うん、全然爆死に次ぐ爆死。ああ。ですけど、うん、来たんです。これは僕別ゲー覚えてます。ブレソルやってるんです、うん、っていうぐらいブリーチ好きなんですけど、うん、ブリーチコラボです。そうだね。で10連分、うん、ガチャを回そうと思ってるんですよ。はい。でね、もう今回ね、あれなんです。アイゼンと銀と、うん、当選要とって、うん、あとね、コラボの敵キャラで、うん、ケンパチと、うん、ケンパチいいね。とあとこれからまだ出てきてないけど白夜、うん、が出てくるんですね。ソウルソサイエティ編ですね、はいはい、ルキアを助けるところかな、うんうんうん、でそれがもう敵キャラで出てきているので、はい、降臨キャラとして仲間になるんですよ、うん、でもう仲間にしてるんですけど、うん、でそれがあるせいで、まあ僕銀好きだったりとかアイゼンとかもう好きなキャラが結構出てきちゃってて、あ、じゃあもう満足しちゃってる、ね、割と満足してる状態なんです、うん、でガチャが、うん、まあ、イチゴ、シツガヤ、ルキア、うん、でレンジとヨルイチって状態なんですね。あ、でもヨルイチさんはいいじゃん。そうで、ヨルイチさんとレンジが欲しいし、うん、これはまあコラボだからしょうがないんだけど、うん、このルキアはさ、ソサイエティ編のルキアじゃないんすよ。この後ろね、うん、で、もしこのルキア出すんだったら、うん、このアイゼンは白い服でいて欲しかったの、アランカル側のっていう、ちょっとごめん、なんでもない俺がちょっとその思ったブリーチのね、うん、コラボに対するちょっと違うんじゃないって愛みたいなところがあったんで、うん、ブリーチに対する、うん、なんでちょっとあれですけど、で、ね、この後、アイゼンが、クエストで、なんかね、シークレットみたいな感じだったんですよ。特定条件満たしたらっていう風に出てくるよって言ってて、ちょっと期待してたんですけど、うん、簡単でした。あ、そんな難しい条件ではなかった。この銀と、うん、当選要の、うん、ついてくの？クエスト、うん、イベントクエストがあって、うん、この2つを、うん、このフルクリア、あ、全部ね、うん、した状態で、うん、でスケジュール見るとたまにぽっかり穴開いてるとこあるんですよ。今日だとこの17時台が空いてたりとか、うん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 、ポコポコ空いてるんですね。あ、時間がね。そう、あ、うん、ごめん、あと忘れてた、マユリもキャラで出るっす、うん、敵キャラで出てくるっす、うん、これから先。マユリさんじゃん。そうで、マユリ出すんだったらウリュウとか出してあげてよとかいろいろあるんだけど、それは、まあ、胸にしまって言っちゃってるけど、いろ、まあ、んな、ね、事情があるんだよ。そう、キャラもいっぱいいるし、うん、まあブリーチコラボ多分第2弾もあるんじゃねえかなって思いながら、うん、でもここに出てくるんで、そうするとアイゼンと戦えます、うん、この2つだね、銀と要、うん、これをクリアしといてくださいって感じですね、はい、そうするとしれっと出てくる、まあ、せっかくだからね、うん、なんか急にさ、他のさクエストやってたらさ、いつからこのクエストだと錯覚していたみたいな感じでアイゼン出てきたら面白いのになとか、ちょっと期待してたりもしたんだけど、うん、爆絶やってる途中に実はアイゼンだったみたいなこととかなったら面白かったのになとか、いろいろちょっと思ったけど、まあまあ良かったと思います、うんうん、アイゼン、この結構アイゼンもね、簡単だった、クエスト自体は、うん、これから出てくる白夜が一番難しいのかな、あ、多分、うん、だけどまあなんとか運極狙っていきたいなと思ってます。銀、はい、さんもそうだけど、そうだね、うん、てなわけでガチャいきましょうか。長く語りすぎましたけど、うん、愛が、ね、深すぎるよ。まあそれはしょうがないそれはしょうがないよ。よし、ガチャやるよ。もう行くよ。行くよ。もう誰出てもいいから。レンジと夜市は確実に回収しておきたい、うん、残りは別に、まあね、あ、レンジとか、うん、うん、まあ好きだけど、うん、ブレソルの方で結構満たされてる部分があるから、うん、うん、うん、まあ取れたらいきます。いきます。よいしょ。
おし、お久しぶりだぞ。よし、引っ張るのも久しぶりだが、特に、なしと。ない。何にもない。ない。2回は止まるはずなんです。あ、そっか。そうだね。止まる。そうそうそう。これは、これが、これはまず、あれ？誰？違うじゃん。なんか お花に囲まれ、はしご外すような真似すな。え、止まれ。あ、止まった。これはそうだ。これはそうだな。これはそうだ。あ、そうだ。そうそうそう。これはレンジです。安心した、安心した。そりゃそうですよ。よるいちさん。よるいちさんが、ここが、よるいちさん。そうだよね。よるいちさん。うんうん、猫ですから。うん、で、かわいいな、でもでこれで。もう一回ぐらい止まって、うーん、まあそうか。誰ですか？あ、ウルズじゃん。あ、こうなっちゃうの。あんなに可愛かった。あ、可愛い、こっちは。これ確かあれだった気がするな。アルカディアかなんかでめっちゃ強かった気がするな。うん。うん。で、レンジだね。うん。レンジが、うんうん、あー、ザビマルなんだな。男の目で、うん、なるほど。ね、で、ウルイチさん、この技はまだわしもうまく加減できんからな。うん、おー、いいね、瞬行。よし、いいですね。もう一回だな。もう一回、じゃあ単発一回いきますか。うん、単発いっちゃおう。よし、お願いじゃ。お願いだ。どうだい。ポロン。ポロン。えい。全然。誰だよ。まあまあ。まあまあ、でもね、言うてね。言うてね。取れたんでよかったっす。うん、この辺とかはあれだよね。普通に月が転生っつうんでしょ。月が転生言わんのかい。あ、そうなんだ。思わず待っちゃったかな。他誰にいるんだろう。せっかくだから全員聞いてみっか。満開大グレーショーリンマル。ほう。で？で？はい、袖の白雪。うん。うん、まあまあまあ。ちょっとシリーズが違うんだけどなぁ。まあいいや。うん。まあとりあえずこの後引き続きね、ブリーチは。もう結構キャラクター、他のキャラクターとかクエストキャラクター魅力的なんで、やっていきたいと思います。コラボ自体は。はい、楽しもうと思ってます。はい。はい、じゃあ今回ここまでで最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、いいね、いただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。